1>, 1日30分携帯司法書士講座今回は予備校の概念を超えた新しい講座のご紹介ですはい皆さんこんにちは歴戦、えー、人講師の森山です、えー、今回はですね、えー、この1日30分携帯司法書士講座、えー、全く今までの講座とは違う新しい講座、えー、こちらのご紹介になります、えー、この講座のポイントを、えー、説明していきますまず、えー、こちらですねポイントの1、えー、人気書籍と 著者本人の講義というふうに書いてありますがこちらの方では私が執筆をした携帯司法書士こちらの書籍の方を使ってお話をしていきますこちらの書籍の方ではですねコンパクトに試験に必要な情報が盛り込まれておりますからこちらをきちんと皆さんに消化してもらうという意味でこちらの書籍こちらを使っていきますでこの書籍の方はですね記憶すべきことが盛り込まれておりますがどうしてもこう理解しにくいところとか説明してもらいたいところがあると思いますですかららこちのの書籍を使って私の方が講 の方でこういう風うに理解をして覚えてくださいとか、あここはこういう風うなポイントがありますだとか、あここを比較しましょうなんて形で皆さんの記憶に役立つようにですねお話をしていきます。ですから皆さんは本を単に使うだけではなくて、それをこう立体的に使うことができるということになりますね。でこちらの講座の方ではですねこちら見てください。画面の方に書籍の情報も出てきます。ですから皆さんはアホを見ながら勉強することもできるし、画面のみで例えば毎日 電車などで勉強することもできますから、まさにこう一石二鳥といった講座になっております。さあ、そしてこの講座の一番の売りはこちらですね。一日三十分学習、それから一冊を三十日で完全マスター。この二つになっていきます。 今までの予備校の講座では本当にたくさんの教材が与えられてたくさんの講座時間こちらをですね、皆さんに提供してきましたところがそれが仕事で忙しいとか育児で忙しいという方がなかなか消化できずにですね、合格までたどり着けないという方もたくさんいましたこの講座では1日30分こちらが提供する講座はこの30分のみです皆さんこの30分の講座を聞いてそれをですね、復習してもらう。 ここれを毎日繰りり返してもらううとということになりますで講座の中ではこちらですね25分論点解説をしていって最後5分のところでは定着度チェックという形で携帯司法書士に掲載されている過去問や予想問題を使って一緒に復習までしていきます。 えー、そのようにですね1日30分の学習で、えー、皆さんの勉強生活、えー、これをサポートしていくという形になります。でえーまあ、私もですね、えーまあ、子どもの頃とか NHK の基礎英語を1日20分聞いて英語を得意にしたりだとかあるいはこのラジオ講座なんかでですね、えーまあ、大学受験なんかも乗り切ってきましたからあこのですね1日30分講座を聞いてで自分の復習時間を大事にする。 というのののはやっぱり学習の王道なんですねこの講座で時間が潰れてしまうというのではなくてやはり講座で理解をして復習時間をたっぷり取れるようにという形で講座時間もかなり短くしておりますからあしかも1日30分というふうに限定しておりますからこれを継続するだけで力をつけることができるんですね。じゃあどれぐらい継続すればいいですかということになりますが講座の回数も1冊30日で完全マスターです。ささあこちら見てください 1>, 1, 1コマですね1日30分聞くことによって6ヶ月で完成することができるし1日1時間取れるよという方であれば3ヶ月ですべての科目をマスターすることができます。ですからこれで直前期前までに例えば講座を終わらせたりあるいはゆっくり講座を消化していったり自分のペース これを保つこともできますから皆さんのペースを保ちつつ学習をサポートすることができます皆さんはそれを自分の時間を大事にしてですね直前期追い込みをするだとかあるいは登錬を受けるだとかそんな形で使うことができるわけですねということでこのポイント3ポイント4ということで新しいコンセプトということになっています このようなポイントのある、全く新しい講座です。予備校の講義を聞いて理解をする、自分のペースで勉強する、自分でですね独白で勉強していく、その両方の良さをミックスした、まさに新しい時代のハイブリッド講座になっております。講義を聞いて理解をして、リンクした本で復習をする、これで確実に力をつけてください。皆さんが力をつけて合格できる、そのような講座にしていきたいと思っております。 1>, 1日30分携帯司法書士講座、えー、皆さん一緒に勉強していきましょう楽しみにしております。